はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。運送屋のアイドル健太店長です。はい、よろしくお願いいたします。ね、大変よく喋るんで、あのトラックの横に乗せておくとね、ラジオ代わりになって、すごい退屈しなくて済みますよってことで、あの運送屋のアイドル健太店長です。はい、眠気覚ましにもなるんでね、ぜひ、横に一人置いといてください。はい、で今日はですね、運送屋ラジオということでですね、はい、運送屋ラジオね、全国の運送屋の皆様にジャストミートする音声のみでも楽しめる動画ということで、運送屋ラジオ行ってみよう、ね。はい、まあタイトル的にはですね、神奈川運送屋ラーメン物語、よいしょということでですね、はい、まあ、あのリスナーさんからね、だいぶ前に、なんかおすすめのラーメン屋あったら教えてくださいとか、よく行ってたラーメン屋あったら教えてくださいっていう風に言われてたんですけど、もう1年ぐらいリクエストしかとしてたんでねすいません、それを今更答えようと思います。はい、まあ僕運送屋で働いてたら長かったんですけど、やっぱりね、あの運送屋で働いてる時って忙しい、時間に追われてるんで、まあラーメン結構早く出てくるんでね、昼ご飯ラーメン食べることめちゃくちゃ多いんですよね。もう本当に運送屋といったらラーメン、ラーメンといったら運送屋みたいな、もうジェイソンといったら厚切りみたいなね、それぐらい切っても切れない、関係ですので、もう運送屋にラーメンのことを語らせたらね、もう右に出るものいないんじゃないですかね。で、まあ、僕一応川崎近辺を一番うろちょろしてた運送屋なんで、まずちょっとね、今回、僕の川崎の、まあ、おすすめのラーメン屋を、まあ、ちょっと紹介して、次にちょっとごめんなさい、横浜の方の、ね、ラーメン屋1個紹介します。で最後ちょっと番外編で北関東のちょっとあのラーメン屋を紹介して終わりたいと思います。はい、まあ、僕のね、筋肉のね、はい、8割はあの運送行為とラーメンでできてますから、はい、ね、運送業やりながらラーメン食ってるともうムキムキになりますからね嘘ですけど、でまずね、僕がですね、一番おすすめして、一番おすすめっていうか川崎の中でおすすめというか、いっぱいあるんですよ、正直。おすすめって聞かれちゃうと、だけど、まあ運送屋やってる時に、結構行ったお店、そう、運送屋っていうカテゴリーでくくると、ラーメン新生ですね。ラーメン新生だから新生ラーメンだからちょっとどっちだか忘れちゃったけども、ラーメン新生っていう、はい、僕ね、川崎で2店舗ぐらい行ってたんですけど、川崎以外、まあ、他府県にもあるのかな、チェーン、ちょっと分かんないんですけど、僕は川崎でしかちょっと見たことないとか行ったことないんですけど、まあ、いろんなブロガーとかね、 YouTuber さんが結構取り上げてるんで、もう知ってるかもしれないんですけど、まあ、デカ盛りなんですよね、そこ。はい、運送屋さんとかガテン系が大喜びする、まあ、デカ盛りラーメンっていうか、メニューがあってね、はい、で、まあ、味もね、別にまあね、まあまあ、美味しいと思いますよ。はい、なんかそれよりも何より、味より何より、とにかくデカ盛り、量がすごく多くて、まあ、そんなに高くもないし、でね、これ本当知らない人が急に、ラーメンとチャーハンとか頼んじゃうと、マジでね、大変なことになるっす。やっぱ運送屋ね、ガテン系とかやってると、やっぱりラーメン屋行ってラーメン単品だけ頼む人って少ないですよ。ラーメンとチャーシュー丼とかラーメン大盛りとか、やっぱりちょっと普通のラーメン単品じゃ足りないんですよね。やっぱ働く男はね、これ五郎さんも言ってたけどね、井の頭の五郎さんも言ってたけど、やっぱちまちまおしゃれな飯をちまちま食うよりも、やっぱ働く男はね、ドカーンとガッツリ食ってなんぼでしょみたいな。そうそうそう、だからね、運送屋とかガテン系とかやってると、やっぱラーメン単品並みとかね、それはちょっと足りないわけですよ。でラーメンとチャーハンとかラーメン大盛りとかね、まあ、ラーメン2品頼む人もいましたからね、それぐらい食うんだけど、新生ラーメンでね、ラーメンとチャーハンって頼むと、これ大体残すね、知らないで連れてくと、俺ラーメンとチャーハンとかやっちゃうやついるわけですよ。新生ラーメンってチャーハンがとにかく多くて、量、チキンチャーハンをね、俺よく食べてたんだけど、まあ、名物みたくなってるんで、川崎のなんか B 級グルメとか言って紹介されてたし、僕もブログで取り上げたんだけどね、総重量1キロ超えなんじゃねえかな、チキンと米で、それプラスラーメンってくる、まあ、ラーメンもそこそこ量多いんで、
結構本当にね、あの大食いフードファイター系のもう量になっちゃうわけですよ。あ、だからね、あの新鮮ラーメン知らずにあのラーメンとチャーハンっていうのはちょっと頼まないようにね、していただきたいなと。場所はね、あの産業道路沿いに1店舗あって、まあ、東京方面から来ると大師橋を渡って、まあ、ちょっと行ったところにね、あります。はい。駐車場あったかどうか知らないけども、僕がよく行ってたのは、川崎の東扇島っていう港の方なんですけどね。東扇島は正直もう駐車場もクソもない状態ですから。はい。まあ、そこも、うん、東扇島行く人はね、ちょっとぜひ行ってみたら、ファズの方面にあります。川崎ファズの方面に。はい。意外とひっそりしてるんでちょっと見落とすかもしれないですけど、 ありますんでぜひ。で、神奈川でもう一店舗紹介したいのが、本木の方のね、あれはね、住所だと錦町だから錦町って書くんですよ。ちょっと僕読めないんだけど、住所だと錦町だから錦町って書くんですけど、これまあ知り合いに連れてってもらったんですよ。いいとこあるよっつって、お前好きそうなとこあんぞっつって、本木なんか錦町だから錦町のマリーハイツっていうなんかあのマンションみたいなのがあるのよね。でそのマンションの下1階部分がテナントになってるんですよ。結構なんかラーメン屋とか中華料理屋とかいっぱい入ってて、そこがね、すげえ雰囲気がいいんですよ。ラーメン大将って店にあの僕は連れてってもらったんだけど、でそこでキムチラーメンかな、なんかチャーシュー麺かっこキムチみたいな書いてあった気がするけど、うん、そこのキムチラーメンみたいなの食ってたんだけど、もう味もまあ美味しいんだけど、それより何より雰囲気がすごくいい。うん、あのもうザ・ガテン系みたいな感じで、なんかあんまり一般のお客さんはちょっと入りづらいんじゃねえかなみたいな、本当にもうスーパーガテン系の雰囲気で、僕港ね働いてたの本当長いんで港系の雰囲気大好きなんでね、あのマリンハイズのね1階部分はねすごく雰囲気良かったです。はい、ラーメン大将って店もおすすめなんで、ぜひちょっと行っていただきたいんですけど、まあやっぱりね、ガテン系とかって汚い作業着着てね、汚れている作業着着て食いに行くから、やっぱ綺麗なお姉ちゃんとかがね、やっぱなんかお客さんとしているラーメン屋とか行きづらいわけですよ。でやっぱそこ行くと、ああいうガテン系しかいないんじゃねえのみたいな雰囲気の方が行きやすいし落ち着くんですよね。荒っぽいけどね、で横浜、そうそう、この本木の方のね、このマリンハイテの下の、まあ、ラーメン大将っていう店結構おすすめですね。なんかそこのね、並びの中華料理屋も結構美味しいっていう風に噂ですよ。うん。はあ、で、ごめんなさい、これ時間ちょっと迫ってるんで、もう俺風呂入んなきゃいけないんですけど、最後に紹介したいのが、ちょっと北関東バージョンです。ちょっと神奈川から離れるんですけど、僕は運送業やりながら、建築現場でも働いてたんで、ね、その建築現場が結構俺、北関東なことが多かったんですよ。で、今回紹介したい、僕がね、てか最も紹介したいラーメン屋なんですけど、つくばです。つくばにあるんですけどね、確かインターはね、矢田部東だったかな、確か矢田部東で降りたような気がする。はい、まあ、その辺をね、降りて直進すると、なんかね、ラーメンロードっていうか、ラーメンストリートみたいなね、ちょっと場所があるんですよ。多分僕が勝手にラーメンロードとかストリートって呼んでるだけで、そんな名称はついてないと思うんだけど、とにかくもう左右にね、ラーメン屋がポツ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 あって、で、そこがね、すごいレベル高いんですよね、一軒一軒。はあ、安いし、中盛りまで無料みたいな大盤振る舞いだし、で、そこにあるね、飛翔っていうラーメン屋さん、飛翔、飛ぶに、飛ぶかな、飛翔、ね、飛翔白麗みたいな、なんと飛翔白麗みたいな、あの飛翔です。今あんのかな、ちょっとだいぶ前なんですけど、そこのね、鶏白湯がね、伝説級にうまいんですよ。これ本当にうまい。もうね、飛翔の鶏白湯食ったら、その他の鶏白湯がもう、なんだろうね。鶏白湯、鶏白湯って、こんなんみたいな。飛翔の鶏白湯があまりにもうますぎて、普段ね、俺友達連れてったんだけど、仕事以外でも一回、筑波山登りがてら友達連れてったんだけど、初めてラーメンのスープ残さず飲んだっていう風に言ってるぐらい、ラーメンのスープがね、めちゃくちゃうまいんですよ、飛翔っていうラーメン屋。はい、ちょっとね、あまりに濃厚なんで、ちょっと胃の弱い人にはちょっとパンチが強すぎるかもしれないけども、もうほんとポタージュ飲んでるような。はい、でまたね、あの海苔が多分やれ岩海苔なんですけど、うまいんですよ。あの鶏白湯のスープとめちゃくちゃ合うんですよね。それだけでももう俺ラーメンのお金払ってもいいぐらい。うん、だからそこにね、また美味しいチャーシューと麺もね、なかなかの鶏白湯とすごく合って、
あれはね、ほんと結構ね、究極だと思います。僕、鳥白湯の究極が、つくばの飛翔だと思ってますんで、あれ以来、いろんなところの有名な鳥白湯食べ行ったんだけど、飛翔にかなう鳥白湯なかったですね。まあ、僕の個人的なね、感想なんであれなんですけど。どうぞ、ぜひね、今日ちょっと紹介した3店舗、ぜひ運送屋さんの人はね、行っていただけると嬉しいな。というわけでね、運送屋ラーメン物語ね、これからもしかしたらシリーズ化するかもしれない。人気なさそうだけど、運送屋のアイドル、ケンタ店長でした。さよなら。